かわいそうに。人は皆死ぬ。指揮官がしくじるから死ぬんだ。アーサーのせいだって言いたいのか。ああそうだ。あとウェイドのな、あの野郎チームを見捨てやがって。お前の言う通りだ。ウェイドを見かけたら俺が殺してやる。そうね。そうやってお互いを非難すればいい。あ、シェーテメアスケももしかえよ。ノーシェーゴシボーニューシーニーポストリタール。それがどうかした？落ち着けよ。どうでもいい。フライジンガーに殺されるんだから。フライジンガー？ナチスよ、ノバックを殺した男。お前の知り合いか？あいつとは因縁がある。どんな因縁だよ。フライジンガーは忘れろ。アーサーが何とかしてくれる。こいつをかばうのか？そうじゃないさ。でも活躍を見てきた。仲間を失う、それが戦争さ。戦死した兵士を称える唯一の方法は任務を完遂することだ。しかしそれは友の血を流しつつ達成しなければならない。リーダーとなる者は自分を信頼してくれた者たちが死んでいくことの意味を学ばなければならない。その方法はたった一つ。俺がそれを知ったのはDデーだった。よし聞いてくれ。夜明けまでに目的を達成するぞ。ドイツ軍は我々が来ると知っている。沿岸の砲台を破壊するチャンスは一度きりだ。しくじれば明日の進攻も失敗に終わる。このために訓練したんだぞ。海軍に遅れを取るなよ。砲台を奪い、破壊後フレアを発射し、海軍に仕事が終わったことを知らせろ。よし、以上だ。手順は分かるな。立て！フックをかけろ！3枚！さあ、行け！What the?
サンダー。キングスリーかよ。てっきりドイツ野郎だと思った。蜂の巣にするところだぞ。無事でよかった。今の状況は？俺たちのキャプテンがやられちまったんだ。守りを固めて味方の集結を待つべきだ。ヘンリーに砲台を破壊しろと命じられてる。ノルマンディ上陸のためだ。お前がキャプテンなのかよ。話し合ってる場合じゃない。もうすぐ夜が明ける。ああ、だが兵士も足りなきゃ援軍も望めないんだぞ。できることといったら殺されないように身を守るぐらいだ。誰が指揮を取るかなんて議論してる場合じゃない。ドイツ軍の砲台は遠くない。日が昇る前につける。きっと破壊できるさ。隊を割るなんて自殺行為も同然だ。何のための戦いだ。わかるだろ。狂気の沙汰だ。とっくに行かれてるさ。アーサーの言う通りだ。やり遂げよう。よし、キングスリー、お前が指揮しろ。砲台はあっち側だぜ。バルハラもな。先に進まないと。キングスリー、どうする？道を切り開こう。聞こえたな。瓦礫をどけろ。キャプテンが助けてくれたの。自分を責めるな。作戦は間違いじゃない。キングスリー、命令は？崖の上の明かりが沿岸防衛用の砲台だ。橋は守られているし、斜面は急すぎるな。なら橋を抑える唯一の手段だ。いいだろう。かがめ、トラックを警戒しろ。これはチャンスだぞ。静かに近づくんだ。ターゲットが複数、どうする？フェンスのそばだ。やつらをやれ。敵のグレード。トラック付近のやつらをやる。奴らが引いている。進め。セラ、リムジンを積んだトラックだ。分かれるぞ。回り込むんだ。キングスに向かって援軍長。倉庫を狙え。左側から来るぞ。了解、倉庫だな。逃げろ、グレネード。倉庫はクリアだ。テントに集中砲火を。了解、テントだな。奴らが退却してる。もうこりゃ撃たれちまう。制圧しろ。ガンダーダウン。増援部隊を倒せ。グレードだ。トラック前進しろ。橋を奪え。
だ。マシンガンを制圧しろ。どうだ。マシンガンを制圧しろ。マシンガンを攻撃する。ジュースを圧倒されてる。マシンを変える。塔の MG を倒せ。マシンガンを攻撃する。マシンを変える。どうする。ジュースを。塔の MG を倒せ。マシンガンを制圧する。交代している。弾切れだ。リロードする。どうだ。マシンガンを制圧しろ。マシンガンを攻撃する。弾切れだ。リロードする。塔の MG を倒せ。マシンガンを攻撃する。グレネードでマシンガンを倒せ。さあ行くぞ。全員あのトラックに乗れ。ブリッツを運転できるやつは。ったく、ひどい目にあったな。軍曹はやり遂げたぞ。生き残れたしな。まあな。8人の男がナチスの要塞に立ち向かうって。リチャードは気が狂ってると言った。時にはちょっとした狂気が必要だ。あいつも理解していたと思う。そして気づいた。俺たちは似た者同士だと。ウェブは先に行った。あんたを待ってるんだ。あの防衛陣地を見ろよ。たまげたな。あっちのテーブルに行ってくれ。様子はどうだ。その目で見てみろ。様子を確かめてくれ。目標はあそこにある砲塔だ。たどり着くにはドイツ軍の中を突破しなければならない。下の砲塔を任せられるか。俺ならやれるさ。あのバンカーが入り口だが、マシンガンだらけだ。困難な戦いになる。地雷原を越えなければならないが、対戦車用の溝が使えそうだ。いい考えがある。聞かせてくれ。トラックに乗って地雷原に突っ込むんだ。敵はエンジン音に反応してバンカーから撃ちまくってくるぞ。エンジンをかけずに静かに進む。直前で乗り捨て、トラックだけ先に行かせる。それで塹壕にたどり着けるさ。どうだ。気に入った。お前が先陣を切れよ。いいだろう。溝に入ったら部下を待機させてくれ。トミー、一緒に来るか。ああ、地雷原を走り抜けてバンカーを占領し、テルミットを兵器に仕掛けてくればいいんだろう。楽勝だぜ。忘れずにフレアを打ち上げてくれよ。海軍に合図しなければ成功は伝わらず、ドイツ軍もろとも砲撃してくるだろう。ま、味方の砲撃でくたばるなんて間抜けな最後を迎えたりしたら、死んでも死にきれないしな。心配するな。フレアは忘れない。トラックが準備できた。これはトラック、
下の砲塔は任せる。俺は上だ。フレアを忘れるな。よし、行くぞ。了解だ。いいか、お前ら。ついてこい。トーマス！そいつをドアから下げてやるんだ。いいか、半分は俺に続け。うわー！アウトラックに発動停止する。制圧射撃を行え。トラックを制圧しろ。かかれ。ランナーを狙う。マシンガンを鎮圧。奴らが引いていく。前進だ。左のハーフトラックを抑えろ。ハーフトラックを警戒しろ。行け。左のハーフトラックをやれ。左のハーフトラックを抑えろ。体だ、リロードする。左のガンナーを倒した。マシンガンに体を晒すな。そいつを動かすぞ。後ろに隠れてしっかりついてこい。マシンガンを取り囲め。攻め続けろ。
塹壕を越えるんだ。行くぞ。銃眼だ。下がってろ。スモークを放り込め。みんなを投げる。軍曹、一丁上がりだ。ドアを見張れ。ドアを見ろ。エヴァンス、先頭に立て。了解、軍曹。暗いな。軍曹がライトを探さいだ。前をカバーする。臭いったらないな。軍曹、ライトだ。持っていこう。前進するぞ。見ろよ、あのデカブツを。一つ片付いた。あと一つだ。テルミットはもうないぞ。グソ、手を貸してくれ。やってくれたな。あとは俺たち次第だ。隠れろ。スモークレディ、離れろ。スモークを使う。砲塔をしてやつだ。ヘルミットはないぞ。どうやって爆破する。爆薬塔を使う。爆発する前に上に行くぞ。フレアを持ってるような攻撃が始まるぞ。行け。しっかり出て振り返って。フレアを、攻撃が始まっちまう。くそ、フレアが使えない。おい、冗談きついぜ。ウェブはどこだ。下の砲塔だ。来るぞ、伏せろ。フレアを取りに行く。全員避難しろ。早く。
ウェブ、ウェブ、どこに行ってたんだ。寝てる場合かよ。どっかのイカレ野郎が救ってくれるのを待ってたんだが。それじゃ海軍に合図を送ってやろうぜ。俺たちはキャプテンを失ったが勝利した。そして任務を完成することで失われた者たちに敬意を表することができたんだ。自分の指揮下にある兵士を見るとき、リーダーは彼らが難局を乗り切れることを願う。あのフレアは俺が正しかった証だった。リーダーであると感じた時だ。